健常者の方も障害者の方も住みやすい社会になっていけたらいいなって思っています。こんにちは。ゴールデンウィークの福祉のラジオ、皆さんいかがお過ごしですか？最近はなんと大学の授業で福祉のラジオを流してくださる先生もいらっしゃるということで嬉しいですね。ありがとうございます。私も1回1回の放送がすごく勉強になっています。さあ今日の内容ですが、ご自身も難病で電動車椅子に乗りながら福祉の仕事に携わる川崎さんと、旅と介護をつなげる堤さん、そして特別養護老人ホームやデイサービスでの経験が豊富な小畑さんの3人と一緒に福祉について語ってみましたよ。福祉のラジオ、この番組は南国ハウス千年メディカルタウンの提供でお送りします。せーの、昼から福祉を語ろう会。さあ初めましてのコーナーです。今日はこんな皆さんにご出演いただきます。はい、自立生活センターテクテク代表の川崎亮太です。そして UD ラボ合同会社堤玲子と申します。そして株式会社ケアクラフトマン小畑優奈と申します。気になる言葉たくさんありました。まず自立生活センターテクテクって、これどういった場所なんですか？僕自身も障害を持ってるんですけど、電動車椅子乗ってて、障害を持った方が地域で暮らしたい、その地域っていうのが普通のその辺にあるアパートだったりマンションだったりで生活したいと願った人がヘルパーさんと一緒に生活ができるように支援をする団体です。そして堤さん、 UD ラボ、これどういったところなんですか？私はお一人では外出が難しい方のアテンドをしながら旅行にお連れするという仕事を介護旅行ナビというのでしてたんですけれども、じゃあユニバーサルデザインっていうのを鹿児島で広めればもっとみんなが外出しやすくなってもっと気軽に出れるんじゃないかということで、この会社名にいたしました。小畑さん、ケアクラフトマン、こちら気になります。私は高齢者のデイサービスを運営してまして、高齢者の自立支援介護と名乗って、これまでの介護ってどうしてもお世話を受けるっていうイメージが強かったかと思うんですけれども、それぞれお一人が持っている力を引き出す介護をしております。一緒に昼から福祉を語ろう、そんな時間でございます。では今日の語ろうテーマは、福祉のイメージを明るくするにはということで、ではまずズバリ川崎さん、はい、明るいかって言われたらやっぱハテナがつくところですか？実際入ってみたら明るいんですけど、まあ、障害とか高齢者とかだんだんイメージは良くなってきてるとは思うんですけど、まだちょっと暗い感じがあるかなっていうのは正直思うところですけど、でも日々僕も20代30代のヘルパーさんと一緒に過ごしてますけど、普通に接することとか、まあ、テレビ見て一緒に笑うとか、そういうこと含めて、まあ、日常に近い仕事だなとか思ってもらえたら雰囲気はすごくいいんじゃないかなって思います。昔よりは明るくなったと、ね、感じるというお話だったんですけど、やっぱりでもまだ暗いなって思う部分、どういう部分ですか？そうですね、街に出ると、まあ、乗れない公共交通機関とか、僕は車椅子で生活してるとそういった不便とかに遭うことがあるので、そういったものとか、あと店員さんの対応とか、僕ではなくて介助者の方にヘルパーさんに話をこうしてしまう状況とかを、実際体験すると、ああなんかまだこうちゃんと人として見てもらえてない状況があるんだなっていうのは感じる時があります。自分でこう買い物をしてありがとうございますって言われるのもヘルパーさんだったりするとちょっとこう寂しい気持ちに。そうですね、それを堤さんは一緒にこう隣でこう旅行とかで障害のある方だったり支えていると思うんですけど、やっぱり感じる部分はありますか？そうですね、感じる部分は多いんですけれども、これが東京であるとか海外の方と接した時に誰がお金を握っているかをちゃんと分かっているところは、認知症のおばあちゃまに向かって試食いかがですかっていう店員さんがいたり、意識が全然違うんですね、視点が。ちょっと鹿児島を離れると誰がこのものを買ってくださるか
こういうおもてなしが必要である。私がこの会社を立ち上げたのも介護福祉に旅行とか観光とかを掛け合わせることでますます鹿児島を明るくしたいと。川崎さんと街歩き、一緒に甑島っていうところに2泊3日したんですけど、もうすっごく楽しいんです。世界にもね、たくさん行かれてるんですよね。はい、おかげさまでヘルパーさんがいてくれればどこでも行けるなと思ってて、飛行機に乗るのが大変とか道がガタガタだと歩くのが大変とかいろいろあるんですけど、それをこう楽しみの一部として感じ取れるようになるのは、やっぱりこう一緒に行ってくれる、堤さんもそうですけど、一緒に行ってくれる方がいらっしゃるから、旅を楽しめるなという感覚があります。そう考えるとヘルパーさんが一緒にずっと生活していただけるっていうことを知らない方、そして旅行にこんな風に堤さんだったりこう支援してくださる方がいて行けるんだっていうこと自体あんまり知られてないのかもしれないですね。小畑さんから思う福祉のイメージを明るくするにはどうすればいいと思いますか？そうですね、やっぱり馴染みがないっていうのが一番大きい原因なのかなと思っていて、どうしても特別なことっていう風なイメージがあるのかなという風に思っていて、でじゃあどうしたらイメージを取っ払えるかって一生懸命考えたんですけど、みんなで飲みに行けばいいんじゃないかなって思って、それは極端ですけど、旅行だったりとか同じ経験を共にするっていうところで一個壁が外れるんじゃないかな、明るくするっていうところにつながるなと感じました。川崎さんだってお酒飲みたいし旅行行きたいじゃないですか。ですね。ですよね。1ヶ月に1回は旅行行きたいぐらいですね本当は。ですよね、はい、なんか知っていただくっていうのはすごく大事なことなのかもしれないですね。だから障害がある方をお連れするっていうのが私の仕事ではなくて、一度川崎さんと街歩き参加してください。彼の方が絶対動くの早い。鬼ごっこしましたみんながら知る、なんか本当そうした環境って大事なのかもしれないですね。じゃあ今日の語ろう会の結論は堤さん、はい、みんなで街歩きして飲みに行きましょう。飲みに行きましょう。夜からに変更しましょう。天末です。100歳です。一節歌を歌うからね花は霧島、タバコは国母、燃えて上がるはお花は桜島。福祉のラジオ、さあいかがだったでしょうか。ついつい暗くなりがちな福祉の話ですが、福祉は普段の暮らしの幸せですから、普段からこういった話ができたらいいですね。また番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスは fukushi 福祉アットマーク mbc.co.jp、 ラジコやラジオクラウドでも聞くことができます。ぜひ聞いてくださいね。福祉のラジオ、この番組は南国ハウス千年メディカルタウンの提供でお送りしました。